どうも今村です。さあ今日はメモの話をさせてください。なんて言ったって私ですね、メモマなんですよ。まあこういうね、紙のメモ帳なんていうのはたくさん持ってますし、お財布にもね、小さいこういうね、すごく小さいボールペンとこういうカードサイズのメモ用紙とかを入れたりするぐらいね、メモを取るというテーマにですね、人一倍ちょっと関心があるんですけれども、そんな僕が現在使っているメモアプリの話を今日はしたいと思います。今僕が使っているメモアプリは2つあります。1個が Google Keep で、もう1個が今日紹介する Notion っていうアプリです。 Google Keep の方はまあ結構ね、雑多なちょっとしたメモ、寿命の短いメモとか文章っていうものを瞬時に作るために使うのが Google Keep で、もう一方の Notion っていうのはですね、例えば貯めておきたいメモ、過去に遡ってチェックしたいもの、あるいは知識とか記録として残しておきたいもの、あるいは更新していきたいもの、文章の構造とかサイズとして結構大きめのものみたいなものを担うのに Notion の方を使っています。今日はこの Notion のアプリについて、まあ僕はメモアプリ、こう膨大な量のメモアプリを試したんですけども、なんで Notion に行き着いたかっていう Notion を使ってる理由とか、あとは Notion って結構難しいと思われがちなんで、まあファーストステップとしての簡単な Notion の使い方とか、僕がどういう風に Notion 使ってるかみたいなことをご紹介しようと思います。あ、ちなみにこの動画は Notion さんからスポンサーしてもらってですね、作ってるんですけれども、あの内容としては僕が Notion に対して思ってることを喋るだけなので、まあいわゆる案件動画的な性質はほとんどないです。はい、本当にノーションさんありがとうございます。というわけで、まあ案件動画なんですが、まあそういう動画なので、まあそういう気持ちで見てもらえればなというふうに思います。では行ってみましょう。というわけで、まずは僕がノーションを使う理由を4つのポイントでご紹介しようと思うんですけども、1個目はですね、デザインがシンプルかつ綺麗にまとまることですね。ノーションってアプリケーションのそのデザインとかユーザーインターフェースがですね、すごいこう秀逸なんですよね。ただ文字を打ち込んでるだけでも、その段落とか横幅とかが綺麗にまとまるし、ちょっと上級者になってきて、画面にいろんなね、データベースとかウィジェット的な感じでいろんなメモからパーツを集めてきて、1枚のねダッシュボードみたいなものを作るみたいなこともできるんですけども、そういった一個一個の作業とかデザインとか、まあフォントの感じとかねがいちいち綺麗なんですよ。これすごい重要で、あの綺麗なメモアプリっていうのは、まずこの文字を打ち込んでいて楽しいわけですよね。もうメモを取る、ノートを取ることがそもそも楽しいし、見た目綺麗にまとまってくれるから、ノートを作った後もちょっと嬉しいし、後から見返すにもすごく見やすいわけですよね。あのこれってメモを取るとかノートを取るっていうテーマにとって非常にこう重要な要素で、そもそもメモを取っても取ったメモが汚いとか、で綺麗にこう整理できないとか、あるいは後から見返すのがちょっと苦痛になる程度に見づらいとか、画面が汚いとかっていうことって、メモを運用するっていうことも難しくなるし、そのメモから得られる効果ですね、リターンも少なくなっちゃうわけですよ。メモを取りやすくする、そして取ったメモを見やすくするっていうことが結局メモを取ることの利益を最大化させるので、この見た目が綺麗になるってことはすっごく重要なんです。僕がノーションを選ぶ理由2つ目、大きな構造の文章にも耐えられる設計になっているということですね。まあ、大抵のメモアプリって、まあ、タイトルつけます、本文打ちます、でその塊を一つのメモとしてリスト表示にしますぐらいまではどれもできるんですよ。ただこの構造だと、例えば1000字2000字3000字とか、そういう文章を何個も何個も階層上に持っている非常に大きな構造を持った文章っていうものをですね、取り扱うのが難しいわけですよね。まあ、そういう時にタグをつけたりフォルダを作ったりして一応メモを整理する機能があったりするんですけれども、それでも一つの大きなテーマ、それを細分化したいくつかのテーマで、それぞれに対する項目とか内容とか文章を整理して、こう構造的にこう作っていくっていうことができるアプリって少ないんですよ。ただこの Notion にはそういう大きな構造の文章とかデータってものを取り扱う仕組みがたくさん入っていて、一つ例を挙げると、サブページっていう概念があるんですね。 Notion は他のメモアプリと同じようにページっていう単位で、まあ、1個メモを作れるんですよ。でこのページにはタイトルがあって本文があるんですが、その本文の中にですね、こう別の新しいページを作るってこともできるんですよ。じゃあ例えば一番上に YouTube っていうテーマで大きくねページを作るじゃないですか。でその中に撮影とか編集とか
台本企画とかいろんなテーマがあるわけですよね。それぞれのテーマについてサブページを作って、同じようにタイトルがあって本文があってっていうメモを作ることもできる。でその構造を何回でも繰り返せるんです。例えば YouTube っていう大元のページがあって、サブページとして撮影っていう項目があるとしたじゃないですか。じゃ撮影の中に入っていくと、今度は、カメラの設定とか、音声の収録とか照明とかいう、いろんな項目を作っていって、で照明の中には今度は照明機材とかライティングとか、深いところの階層っていうものを自分で作っていくことができるんですよね。でこういう風にしておくと、 YouTube っていう大きなテーマであっても、それぞれの項目について結構ね、例えば1000字2000字書いたとしてもですね、構造化して綺麗にまとめて保管しておくことができる。いつでも編集することもできる。加筆修正が可能であるっていう、こういうメモシステムが完成するんですよね。これ非常にね嬉しいんですよね。メモってやっぱ書いただけじゃ意味がないんですよね。それを整理する構造とかこうシステムがないと、結局そのメモが埋もれちゃって何にも活かせないってこと結構あるんですよ。あるテーマについて構造的な入れ物というものを作っておけばですね、例えば新しいメモが来ても、このメモはこのテーマについて話しているものだから、ここに置いておけば忘れず見つけることができるだろうみたいなことができるわけですよね。このメモを整理するという工程をサポートしてくれるのが、この構造的な文章に耐えられる設計っていうものなんですよ。僕がノーションを使う理由3つ目、データベースが扱えることです。まあデータベースというのは、まあざっくり言うとですね、こう項目があって、そこに入れるデータが決まっていて、それを複数貯めていくみたいな、そういうリストのイメージなんですけども、例えば学校のクラス名簿みたいなものを思い浮かべてみてください。クラス名簿にはいくつかのデータが含まれますよね。出席番号、名前、名前の読み方、性別、生年月日、住所なんかが含まれるわけじゃないですか。これは結局出席番号とか名前とかっていうデータを入れておくための入れ物を作っておいて、そこに規則性のあるこうデータを入力していく。その出席番号、名前、住所、年齢みたいなものをセットにして一つのデータとして扱いますよ。でそれが何件もありますよっていう、この枠組みのことをデータベースと言うんです。でノーションはこのデータベースを自分で作れるんですよね。でデータベースを自分で作れると何がいいのかって話なんですけども、まあ、無限の活用法があるんで細かい話は抜きにして、例えば別々のテーマの日記がですねたくさん作れます。日記ってすごくデータベース的なんですよね。日記には日付があります。でもタイトルもあるかもしれません。で本文があります。もうこの3つがワンセットで、それが日付ごとにいっぱい溜まっていくって、これ完全にデータベースの構造なんですけども、ノーションはデータベース自分で作って、でその一個一個のデータにページが割り振られてるので、そのページのところにタイトルつけて日付選んで、その日付の日記を本文に書いていけば、もう完全に日記としてのデータベースが完成するわけです。まあ、という感じでデータベースっていうのはですね、まあ、いろんな使い方ができるので、まあ、そういう工夫の余地があって、アイデアによってはいろんなメモシステムってものを自分で作れるっていうのもこのノーションのいいところです。そして最後、僕がノーションを選ぶ4つ目の理由はですね、 API を使って外部ツールから入力ができるということにあります。まず API が公開されているんですね、ノーションは。 API って何かと言いますと、まあ、皆さん普通に例えばノーション使おうと思ったら、ノーションのアプリを開いてノーションのアプリを操作するじゃないですか。まあ、これ普通ですよね。で API というのは、まあ、プログラミングの用語なんですけども、まあ、外部のツールとかノーションじゃないアプリからノーションに対してこうなんかアクションを起こせる、アクセスができる機能の塊みたいなものをまとめて API と言っていて、これはノーションさんが作って提供してくれていて、それを僕たちが利用できるという感じになってるんですね。で今言った通り、まあ、平たく言うと外部のツールとか別のツールからノーションに対して何かアクションを起こせるっていうメリットがあるんですけども、これどういうふうに使うかっていうと、ちょっと話はずれるんですけど、ノーションって比較的大きな構造の文章も作ることができるツールなんですけども、逆に短いメモとかいろんなメモをたくさん作るのってちょっと苦手なんですよね。一番上の階層にどん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 新しいねページを作っちゃうとノーション整理するのちょっと大変になってくるんで、短いメモ専用のデータベースを作って、そこに新しいページを作ってみたいな感じにしなきゃいけないんですけども、そうすると例えば iPhone とかだとノーションのまずアプリを開いて、でサイドバーを呼び出してその短いメモのデータベースに移動して、で新規でメモを作ってで、ようやくメモが売ってるみたいな感じで、メモを取るまでにですね、ステップが非常に多くなっちゃうんですよね。で、こんなことをしてると大抵は、どんなことをメモしたかったかってことを忘れちゃうんで、ね、メモを早く取りたいんですよね。で、そういう時にですね、僕が便利に使っているのがですね、iPhone のショートカット機能です。iPhone のショートカット機能はいろんな動作をね、ステップ実行していって自動化してくれるっていうツールですけども、このショートカットとさっき言った Notion の API というものを組み合わせるとですね、
ショートカットで特定のデータベースにメモを追加できるんですよ。で、僕はそのショートカットっていうものをアイコンにしてホーム画面に追加しておいて、このホーム画面の、キーボードマークをポチって押すとテキストフィールドがバッと立ち上がって、ここにですね文字を打つんですよ。文字打つとこれがですね、僕がノーションに用意しているインボックスっていうメモを貯めとく用のデータベースに追加されるんです。という感じで、この API を使ってですね、外部ツールからメモを追加できるっていう点で、他のアプリよりもむしろ短いメモが取りやすいアプリになってるわけです。はい、というわけで次はですね、ノーションの簡単な使い方もご紹介していこうかなと思います。何せね、今言った話でも、ちょっと感じちゃったかもしれませんけども、ノーションって結構ね、最初とっつきづらいんですよね。難しいこともできるんですけども、メモアプリとして使い始めるっていう時にはですね、最初はもうすごい簡単なことから始めるんで全然いいと思います。というわけで、一番最初どういう風にノーション使っていくかってところだけも今回ご紹介しようと思います。こんな感じでね、初期設定を得ると使ってみるとかね、いろんなね、チュートリアルのページが含まれた、スペースが出来上がるんですけども、とりあえず最初はメモを作ってみましょう。画面の左下にですね、新規ページっていうのがあります。これを押すとですね、なんかポップアップしてページが出来上がりました。この無題ってところがタイトルで、その下が本文です。最初のノーションのページ、もうこれでいいでしょう。これで左のサイドバーのところにですね、今作ったページが追加されました。じゃあ今度はこのページにですね、別のページ、サブページを作ってみましょう。Notion はキーボードでいろんな操作が完結するようになっていて、いろんなコマンドとかマークアップって呼ばれるですね、装飾文字が使えるんですよ。まず最初に覚えてほしいのはスラッシュですね。スラッシュ打ちます。そうすると、こうテキストとかページとかポップアップするじゃないですか。これを選ぶだけでもいいんですよ。で、ページです。ページ作ってるのでページを選べます。ページをパッと選ぶと、はい、ページが作られました。これでさっき作ったページの中に新しいページを作ったことになります。初めてのサブページですと。ここで見てほしいのはですね、このページの左上です。はい、こういう感じでさっきの元のページ、最初のノーションのページっていうページが階層構造で見えてますよね。ですだからここをポンと押すと最初のページに戻る。で、最初のページに戻ると自分がそのページを作ったところに初めてのサブページですっていう新しいページのリンクが追加されてます。で、これを触ってあげればさっき作ったサブページに入っていくと。ここにまたスラッシュで、今度はページって言ってみましょう。ページって言うとこれページ打てます。で、作りました、サブサブページですと。これで階層が3段目に入りました。ここが1段目ですね。で、ここが2段目で、ここが3段目という感じで、ここにインジケーターがあって、分かるよという感じになってます。これができればですね、もうこの時点で結構ノーション使った甲斐があります。もう一個 Tips をお教えしましょう。マークアップっていう装飾文字ですね、リッチテキストをですね、入力文字で作るっていう、なんかそういう枠組みがあるんですよ。で、それ使えるんですよね、ノーション。やってみるのが早いです。見出しを作ってみましょう。見出しはですね、シャープのマークです。シャープ入力したらスペースを1回押します。ポンと、はい、見出し1ってうっすら出ましたね。このシャープでスペースの後の文字は、見出し1の扱いとして、表示しますよっていうような記号なんですね。というわけで見出し1ですと。本来はここに見出しを書くんですよ。で、じゃあもう一個小さい小見出し作りましょう。シャープを2回打ちます。で、スペース見出し2ですと書きます。もう分かってきましたよね。次はシャープを3回打ってスペース、これで見出し3ですと。はい、あとはもうここに本文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 、こうやっても本文をこうガガ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 と打っていけばもうメモの完成ですよね。で、こういう作ったアイテムっていうものもブロックとしてね、こうやってこうされるんですよ。こうやってこうすぐ動かせます。これで文章の構成入れ替えとかもすごく楽ちんになります。あとはですね、データベースも作ってみましょう。一番簡単なデータベース、日記のデータベースを作ってみようと思います。新規ページを選んで日記って打ちます。そしたらこのデータベースの欄からテーブルってのを選びます。はい、テーブルで、そうするとこういう画面になるんですが、この、右下新規データベースっていうのをまず選びます。はい、ちゃんと、これでですね、新しいデータベース作れました。じゃあ今度はデータを入れる、入れ物になるですね、項目を作っていきましょう。日付とメモがあれば日記になるわけですよ。というわけで、ですね、一応名前とタグっていうテーブルが最初にあるんですけども、これはですね、消しちゃいましょう。これでプロパティを削除、はい、1個以上ないといけないんですね。じゃあ名前をですね、選択して変えましょう。タイトルに変更します。で、ここのプラスマークを押して、いろいろここにデータストア出てくるんで、ここ日付選びます。
はい、これでこのテーブルには日付しか入らなくなりました。で、これで OK です。新規って言って、例えば渋谷で買い物とか、まあ今日の日付を選んでここに本文を打ち込んでいくと。でこれが溜まっていけば結局日記として機能するわけですよね。で Notion にはですね、このデータベースのですね見せ方、ビューをですね変更するっていう機能もあります。同じデータベースを違う見せ方で見せられるってものなんですけども、日記の場合とかでは例えば、ここ追加してですね、カレンダービューっていうのがあります。これカレンダービュー選んでみましょう。そうすると日付をフックにですねカレンダー上に日記を配置する、こういう見せ方もできるわけですよね。なのでカレンダー見ながら何月何日の日記とか、ここの9月14日のところに日記を追加するみたいな操作もできます。まあ、という感じで、まあ簡単なノーション講座でございました。最後に僕がどういうふうにノーション使ってるかっていうのを簡単にご紹介していこうと思います。僕にはですねリストのリストっていうのがあります。こういうリストっていうページを作っておいて、いろんなリストが入ってます。人生のリスト、仕事のリスト、暮らしのリストで、設定リストっていうのもあります。例えばここには Mac の設定のリストがバーッと入ってたりします。あの設定項目非常に多いのでね、あの設定のリストをこうバーッと書いておくんですけども、こういう感じのとか、あとはインボックスですね。これがですね、あの一番、まあ、あの僕が重宝しているあのデータベースなんですけども、さっき言った iPhone のショートカットから短いメモを追加するときにここに追加されるようにしてます。僕が普段から取りたいメモをですね貯めておくための、まあ、インボックス、まあ、入れ物ですねっていうものを作ったりとか、あとはまあ日記、日々の日記、日々の記録ってものもカレンダービューでこうやって作ったりしてますよね。まあ、あとはあの YouTube っていうあのページ作って、 YouTube のいろんなテーマとか、まあ、編集とかライティングとかね、資料とかをここにまとめていたりします。あとはちょっとノーションっぽい感じでいくとですね、フィルムログってのつけてますね。あの見た映画とかドラマとかアニメの記録を作るため の、まあ、あのこういうフィルムログみたいなものもつけてます。あとはあのスマブラですね。スマブラ のテクニックとかね、あの上達の方法とか、いろんなメモをここに残してますね。あのキャラクター対策とかね、はい、こういうのを書いてます。はい、という感じで今日はですね、ノーションのことたっぷりご紹介してまいりました。まあ、ノーションね、すごくいいアプリで、で、今資料もね、たくさんあるんですよね。YouTube 上にもね、結構あの、ノーションの動画、いろんな Tips とか、こういう風なページの作り方みたいなのをいっぱいありますんでですね、そういうのも見て、ノーション便利に使っていただければいいと思います。あの、今回僕がご紹介した、例えばショートカットのテクニックとかっていうのは結構難しいんです。僕が参考にした動画とか記事とか、あの、概要欄に貼っときますので、真似したい人はそれもやってみてください。というわけで今日はノーションご紹介してまいりました。よかったらチャンネル登録と高評価もお願いします。ではまたお会いしましょう。じゃあまた。